月の配信でネフューのキャラクターを見るからラシードゴッド評価、まあ、ラシードはゴッド評価入るじゃんね、強いですもんだって。ラシードのティア表作るか、じゃあ現状のティア表作るか、みんな大好きティア表。前回よりでも分かる組み合わせ増えたな。リリーとかアキとか、まあ、ダルシウムもそうか、ザンギもそう。これ前回のティア表ですわ僕の。あ、これティア表とか有利とかやな。これさ、でも使うところってさ S と A と B しかないよね、ぶっちゃけ。 C ってあるの？分かった、トップ5はね人によって意見分かれると思うな。ここよし、じゃあちょっとこっから決めていきます。まあこれは入るよね。ここまでは俺絶対なんよ、俺の中で。ここまでは絶対で、こっからじゃあ残り1キャラ何にするか候補出します。ベガ、シュンリー、ラシード、エド、まあゴーキもか、ジュリもかな。ここでね、いや候補が多い。やこっからトップ5決めるわ。ちょっともうあれじゃん、なんならここから落ちたやつが多分 A で、その下が B、C か。まあ、支援込みで今ザンギだね。うん。小林に負けた支援込みで今トップ5の一番左にザンギ置いてますけど、まあ、これは揺るがんと。まあ、ラシードも入れときますよ。これは。A。勝ってますから、やっぱり。ラシード使い。申し訳ないですが。勝ってます。で、時点でキャミー。ごめん、ちょ、トップ5は、俺もきついなって思ってるキャリアでいくわ、とりあえず。ケン。いや、俺きついなって思ってるんだったら、こんな方チュンリーなんよな、現状。まあ、モケなんじゃけど。まあ、それちょっと難しいな。でも、チュンリーはトータル的にね、やっぱりね、ラシードにいけるかもしれんけど、他のキャラに対してきつさはあると思う。万能的なとこで言うんだったら、まあ、ガイルかな。いや、てか、これでよくね？こうじゃない？トップ5は。いや、ただまあザンギがこのトップ5におるこのいびつ感はやばいけどね。調整一発でここまで上がるって、もともとここら辺のキャラだったのが調整一発でここまで上がるっていうのはちょっと気持ち悪さはあるけどね。いや、もろさあるよね。ザンギじゃあ何個か取り上げられましたって言ったらここら辺下がるし、キャミーってラシードと同義に相性はいいけど他は微妙な感じ。いや、キャミー、あ、キャミー、あ、いや、キャミーはでも強くね。ラシード使っとる系なのかな。いや、ここにラシード入るのは違和感あるかもしれんけど、もう結果を見てください皆さん。大会の結果を。2連続世界大会というか、そういう海外の大会を含めて、まず優勝してます。で、カプコンカップ3位のキャラクターです。去年も優勝してます、シンガポール。これを、俺が A に入れたら、叩かれるんすよ世間に。また政治ですかと。また嫌な夢見るんよ、悪夢を。俺はじゃそれも嫌だっていうのも込みで、いや、まあ普通に強いと思って俺は5強に入れてますよ。ルックノートップ5 maybe B。 丸々にキャミきついよと。まあまあでもね、こっち視点とあっち視点があるけね、わからんけど、俺はこのキャラたちにはまあまず不利だとは思っとるよ。まあでも、有利は出てないなっていう。まあ5分とかには持っていけるかなぐらい。まあ、使用キャラの視点が入るのはしょうがなくないか、それは。で、いやマジ、ここはさ、S に行ってもおかしくないキャラやな。トップ5に、長くなったけど。まあ別にここ優劣はないっすよ。まあ一応支援で一番左に置いとるけど。で、今一番弱いキャラがなんかわからん。あ、ごめん、ちょっと待って、ジェイミーはわからんけど、C に置かして。ジェイミーとタカシは。キンバリーもここら辺なんじゃない？ダルシムは、狭間。ホンダは強いんじゃろう。アキもまあ、ここに寄っていいか。リリー、JP、マリーザ、マノン。DJ もなあ、まあ、ほか、ブランカもほうかな。ざっとやったけど、こんな感じか？ただ、これ、ラシードが、あ、ルーク B アグリ、クリス・ウォンもほら同意してくれてますよ。I think so, I think so. I play last year many many play versus Luke. So this year Luke nerf. I think
ローティアキャラクター、ルーク。I know, I know, I know. DJ はね、やっとって結構面倒さ感じるけど、やっぱり読み合いの回数増えとるなって思うわ。このキャラ。いや、ブランカはでもね、いや、これも言うたらこっちに入れても、あ、待って、トップ5に行けば A やな。このし、ここを A にするか。でも、ここを A にするとさ、いや、まあいいや。そういうのでいいや。A、B、C にしといて、1個下げていけばいいんだ。で、まあ、こっから下がっていく感じか。このキャラがこっちに行くかみたいな。そういう話や。こん中で下がるってやっぱジュリなんかな。いや、ぶっちゃけ、でも俺、秋もちょっと下がると思うんだけどな。ブランカ A か。シェミらしいと支えてるのはやっぱりユーサールなんですよね。まあ画面端の強さもあるけどね。ベガはまあ全然わからんよ。現状とまあ周りの声を聞いとる感じ、強いなとは思う。で、まあ火力がバカ高いけ、全然その、しかも今回のベガのやっぱりフレーム周りとか見るとかなりすごいなと思うけ、全然トップ5行ってもおかしくないなと思う。まあ確かにチュンリーはここに来てもおかしくないよな。いや、こうか。ただこの豪気が、ラシード、ザンギ、キャミー、ケン、ガイルに果たしていけるんかどうかって話なんよ。ちなみにラシード豪気は5部ぐらい。で、豪気キャミーも多分、キャミーに部がある。ケン豪気もケンはいけるって言っとる。ガイル豪気もガイルいけるって言っとる。ザンギ豪気はわからん。リュウは、もう残念ながら、いや、秋分からんのはやっぱり対策不足込みもあると思うんよな。対策してたらやっぱりちょっと弱さあるなと思うもん。リリーも上がらんかな。でもやっぱ圧倒的にこのキャミー、ケン、ガイルはやっぱり前のイヤーから変わらずこの位置におるイメージがあるけど、やっぱ強いなと思う。言うてガイルも大会で勝ってるの、いやいや、ナックルも勝っとるし、カバも勝っとるし、海外でレックスも勝ってるじゃないですか。レインブルも勝ってますよ。日本だけで見たら、まあ、樋口がすごい出してますけど、サウジに4人っすから、ガエル、ちなみに4人。キャミー強いけど、勝ち続けるときつくない。勝ち続けるって言ったら、どのキャラもきつくない。なんか、このゲーム性だったら。全然負けるやん。ただやっぱキャラの強さで見たときに、キャミーは尖ってるなって思う。いや、まあ、それだけ日本の大会がすごい目立ってるってことだと思いますよ。それは別におかしい話じゃない。みんながザンギ使ってるという情報を1点を見てないんだけど、いや俺もそう。キャミーは下位にいるキャラ相手に相手にし安定し、え、それ言ったらでもラシードも多分そうだと思うよ。結構ここら辺のキャラ面倒いなって思う。まあ、ダルシマいけるけど、ここら辺のキャラ面倒いなって思うもん俺。リリーとかも。だけなんかね、言うてやっぱりこのスト6ってこんだけトップ5おるけど、言うて負けれるゲーム性なんで、別にこのティア表を出すことに意味があるんかって話はあるんだけど。まあ、皆さん好きじゃん。ああ。皆さん好きじゃし、やっぱ一ゲミをせんと、政治政治って言われるんで、ええ、めんどくさいけやっとんよ。はい。まあでも大体こんな感じじゃない。やっぱチュンディ、エドはまあここら辺におっていいかなって感じ。いや多分リュウも強いんすけど、まあ、究極言ってしまえば、あれですよ。大会で結果出しとる出してないで、全部変わります。それこそ、竜がトップ8に2連続入りましたってなったら、ぐんとここまで来る可能性もあるんですよ。で、手合表なんて、プレイヤーの頑張りでいくらでも変わるんですよ、こんな。キャラランクよりキャラ衣装の方が今回、いや、でもそうっすよね。下位でまだ伸びきる、いや、いっぱいおるんじゃない？いや、おるかな。パッと見た感じおるかな。下位のキャラでまだ伸びしろのあるキャラ、まあってここら辺じゃないか。ルーク DJ、 まあ俺が知らんだけで全然伸びしろあるんじゃろうけどな。ラシードはリージョン出すきつそうに見えるのはそう。え、じゃけさ、別に俺はラシードトップ5に入れとるけど、別にラシードトップ5入らんくねって思う人もおってもおかしくないと思うよ。それは言ってもこのティアはプロとかレジメシンだけど、いや、そう、いや、じゃ全体的なティアとか、あれが見たいんだったら、公式のあれ見てください。っていう話。
公式がもう全部出してるんだけど、平均的なやつ、それでもうちょっと参照してくださいって感じ。まあ完全な主観はめちゃくちゃ入ったティア表にはなってますよ、僕とかが作るティア表は。まあ誰が作ってもそうだと思うけどな。まあやっぱここら辺のキャラは勝ちパターンがちゃんと用意されとんよね。あとは一応そのトップ5に入るキャラって、ラシードだったらさ、イウサールが勝ちパターンやん。で、画面端に行ったらザンギクソ強いしさ、まあ勝ちパターンっていうか、なんかもう相手が勝手に攻めてきてるけいいし、まあガイルは立ち回りで結構勝ちパターン作りやすかったりさ、詰ませれる戦い方ができる。剣は画面端が強い。キャミも画面端が強いじゃん。そういうなんか明確に分かりやすい勝ちパターンをよく持っとるキャラがやっぱ上に来やすいなとは思う。リリーとかさ、リュウとかさ、ジェイミーとかキンバリーの勝ちパターンってある？まあ、リリーとかはやっぱまあ画面味とかに固めていくってのもあるけどさ。あ、リリーはそうね、なんかそういうイメージも俺の中で。いや、その DLC キャラクターがマジで強い。なんかみんなね、あの今から使うキャラ DLC キャラ使った方がいいっすよ。ヘリーもでも強いかもっすね。伸びはね、やばいと思う。まあそうだね、金出して、まあ金出してさ、課金して使えるキャラなんでね、やっぱそれぐらい強くないとは思う。いやもう、タカシはさ、今まで頑張ってきたと思うよ。やっぱストリートファイターっていうゲームに竜ありって、やっぱ思っとるしさ、竜を見ればストリートファイターって連想させてくれるわけだろ。ってことはもう、やりきっとんよ。貢献はしとんよ、もうなんか。キャラの強さうんぬんじゃなくて。もうそう。梅原さんよ。梅原さんで言いたらストリートファイターって思うやん。周りは。連想させるやん。たかしイコール梅原さんだよ、俺。もう代名詞なんすよ。その、竜っていうキャラが、ストリートファイターっていう。たまたま今回は弱かっただけなんですけど。ホットドッグ、ベガ、シー、レアリー？ジョーク、ジョーク。ノー DP ウィーク。まあ、それがどこに、まあでもそうなんよ。あの、結局ね、守りが弱いんよね、ベガって。それはある。ただ、攻めがめちゃくちゃ尖っとる。ゴーキより尖っとるけ。ノーノーアイスイッキ、あはは、よね、おいおい。まあ、でもね、わかるよ。昇竜がないのはそう。ストロングフーティス&ダメージ。イエス、イエス、イエス、イエス。いや、偉いな、やっぱり。やっぱり、悪いやつはね、ここでね、自分が強いと思ってても弱いキャラに入れてしまうやつがおるけど。まあこんな感じじゃないでしょうか。トップ5、I think the same. I think ガチくんさん、ティア 100% ライト。おー、yes, yes, yes, yes. ホットドッグもこのティア表に賛成してくれてます。いいティア表なんじゃないでしょうか。結構納得性の高いティア表ができたと思います。